して。さあ、設営完了いたしました。2021年夫婦キャンプです。はい、中はこんな感じです。本日のニューアイテム、アルパカです。今日はこれで、テントライを暖かくしてですね、キャンプを楽しみたいと思います。はいよ。アルパカの火入れ。あ、ストーブ独特の香りがしてきた。いいね。あ、でももうあったかい。こっちすごいあったかいのが来る。うん。うん、それでは2021年1月2日ですね。は、今日も常陸大宮清流公園に来ました。では乾杯します。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ういっす。なんちゃうならんまた拝借いたします。そう、これちょっとここを取りてみようかな。わさびよ、おいしい。ガバッとまだ食ってるかやねではいただきます。どうぞ食べ。いただきます。つけすぎた。ま、大丈夫、全然軽く、全然軽く。ご飯粒、このあかんやん。何があかんやん、お前があかんやんお前があかんやん、人のせいですね、寿司のせいですね。美味しい、うん、よかった。では夫婦キャンプ始まります。アルパカでおでんを温め上になんていうかな、これ扇風機というのか、うん、こんなスタイルでやっております。
第2弾ステーキ。どうすかこの焼き具合。いいでしょう。おろしたわさびをいただきます。うん、うまっ。うん、なんちゃうならん。絶対熱いやな、うん、猫舌の俺には絶対無理やな、うん、うわ大根少しだ。うわー、暑さ。では、大根、いただきまーす。うん。うまいっす。それでは、次はおでんの汁で、だし割り。今日は丸。いただきます。あー、うまっ。あー、うまっ。なんかカニ味噌を熱燗でこう飲んでるような雰囲気なの。うまいわ。まあ多分これ全部なくなっちゃうでしょうな。最高です。いや、外に出たら雪が降ってますね。いや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 、中はぬくぬくで全然気づかなかったですけど。じゃあちょっとこう、さっきまで雨やったんですけどね。じゃあちょっと開けて雪見酒とさせていただきます。